通信路容量、または伝送路容量は、電気工学、計算機科学や情報理論において通信論に対して定義される量であり、通信路を介して確実に伝送できる情報の量の上限である。通信路容量という概念は、その値の具体的な評価を可能にする、数学モデルと合わせて、クロードシャノンが確立した情報理論において定義された。通信路容量は、 通信路の入力と出力との間の相互情報量を入力分布に関して最大化した時の最大値によって与えられる通信路不合化定理によればある通信路の通信路容量は任意に小さい誤り率を要請した場合にその通信路を介して単位時間あたりに伝送可能な情報量の上限に等しい伝送路の概念図ある長さの時間を任意に定め X を その時間に送信される信号 Y を同じ時間に通信路を介して受信される信号をそれぞれ表す確率変数とする。通信路のノイズの性質などをすべてまとめて X が与えられた時の Y の条件付き確率分布関数 PYX ディスプラスタイル PYX によって通信路の入出力特性が完全に記述されるものとする。すると、 x と y の同時分布 px, y, ディスプラスタイル p, x, y は、通信の pyx, ディスプラスタイル p, y, x と、その通信のを介して送信される信号の周辺分布 px, ディスプラスタイル p, x とによって決定される px, y イコール pyx, px, ディスプラスタイル p, x, y イコール p, y, x, p, x x 以上の条件のもとで、通信路を介して伝送することのできる情報の量を、なるべく大きくすることを考える。伝送情報量に対する尺度として、相互情報量 i、ディスプラスタイル i を用いることができる。相互情報量の上限が、通信路容量であり、以下のように定義される。c イコールサップ pxy、ディスプラスタイル、c イコールサップ pxi。 二元対称通信路詳細は、二元対称通信路を参照エントロピー関数を H と、すると、二元対称通信路の通信路容量 C は、C イコール 1H に等しい。二元消失通信路詳細は、二元消失通信路を参照二元消失通信路の通信路容量 C は、C イコール 1P に等しい。通信路不号化定理によれば、 任意のイプシロンレート通信路容量 C より小さい。任意のレート R に対して符号長を十分大きくすれば、ブロック誤り率をイプシロン未満にする不合か、複合方法が存在する。また、レートが通信路容量より大きい場合、ブロック長が無限大に近づくとともに、受信側のブロック誤り率は1に近づいていく。ただし、通信路容量には他の定義もある。 ありがとうございます。